音楽劇ダポンテ、モーツァルトの影に隠れたもう一人の天才で皇帝ヨーゼフ二世役を演じます安田雄一です。はい、嬉しかったですね。大好きな演出家青木郁夫さんとご一緒できるということで、とっても嬉しかったです。はい、ごめんなさい、存じ上げませんでした。これから多分お勉強の機会があると思うので、いろいろとダポンテさんについて学んでいきたいと思います。ね、音だけ聞くとなんか軽い感じのする音なんで、まあポンデリングみたいなニュアンスで聞いてしまって、ダポンテ、ああダポンテ、ああうんはいはい、ああうん、いや知らないけどみたいな返事をね、マネージャーにしてしまった覚えはあります。申し訳ございません、ダポンテさん。はい、相葉くん以外の方は初めましてなんです。ね、皆さんミュージカルでご活躍されてる方ばかりなので、僕みたいなチンピラ俳優が混じって、まあどうなるんでしょう、乞うご期待。はい、皇帝役なんですよ。すごい多分セットが用意されて、すごい衣装を着せていただくことになると思うんで、もうすでにねこの段階でちょっともうこんなかっこいい格好をさせていただいてるんで緊張してるんですけども、もうかなり重厚な感じのものを僕は想像してますので、ぜひとも皇帝役を見事に演じ切って、日本中の皇帝役を一手に任されるような俳優になりたいと思います。皆さんぜひお越しください。お待ちしております。